週末アウトドアキャン旅始まります。第何番でしょう。さあここは何でしょうか。ここはお部屋についてるプライ、まあ、お部屋専門のサウナになりますね。へ、はい、じゃあもうここはもう本当プライベートというか。そうですね、チェックインしてから夜は時間は決まりはあるんですけど、うん、チェックアウトするまではもうお客様もご自由な時間で入り放題。入り放題。へー、なんかねちょっと怖いんですよ。もうここにいるだけでちょっとね結構火力高めのサウナなので。普段白馬三山があっち側にあって、はい、白馬といえばあの山みたいなイメージなんですけど、うんうん、逆にちょっとこっち逆側のちょっとこう素朴な感じの、こっちもいいですね。こっちもこっちで開けてて、そうですね、こっちサウナの中から見れますので。なるほど。じゃあこれもちょっと入ってもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。今日ちょっと特別に、はい、今日は熱波師が、はい、控えてるので。熱波師がいるんですか。熱波してくれます。お、この番組の熱波師怖いんだよな。そうなんです。キャラのキャラ強い。熱波師のケニーと申します。よろしくお願いいたします。ケニーさん。はい、ケニーさん、すごいな。鉄瓶とうちを持ってなんか怖いのよ。もう昔ながらの妖怪みたいな感じで。大丈夫な人ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。手加減は強めですか。強めで。あ、怖え。怖いなぁ。一旦じゃあ最初入ってもらって、はい、ちょっとした熱波する形で。わかりました。はい、5分ぐらい経ったら。はい、わかりました。うわぁ、熱っ。ベンチが熱いので。熱っ。できれば上だそうです。あ、私奥の方がいいですか。どっちがいいですか。これはね、うん、まあ、今回これ3つ目ですけど、はい、一番熱いです。一番熱いですね。90度ぐらい。いや、100超えてる。一番暑いですね。暑いですね。さっきのバレルサウナが70ちょいでしたね。くらいとか。はい。わあ。これはで、あの人来るんでしょ。さっきの人。はい。怖いんだけどね。もうケニーさん。じゃケニーさん帰ってもらおいます。怖いんだけどね。恐怖ですね。じゃあお邪魔しますね。お。はい、失礼しまーす。あ、来たケニー。来た、はい、やばい、ケニー来た。一応、弱、中、強みたいな感じで、うん、最初は弱めでやりますね、うん、はい、これ、何だと思います？それだからローリューでしょ。ほうじ茶です。ほうじ茶？ほうじ茶？でも、結構かけ、いや、もう結構かけてるじゃん。そんなふうに、あっつ、あっつ、うわー、おいい香り。いい香り。ああ。好き好き好き。はあ。全体に行き渡ったんで、これから本番です。これからの本番？はい。直接仰ぎますからね。はい。行きますよ。いやあ。えち。ああ。さ。いやあ。はい。えち。おお。で、今度背中の方からいきますよ。背中の方から。背中もういいですよ、終わっても。背中から来る。そう。あーおーい。背中から来ます。背中から来る。はーい。おー、背中から来るのって初めて聞きました。そんなに操れるんですか。はい、めっちゃいい匂い。レモングラスほうじ茶です。いや、本当なんだ。そうなんですね。そうなんですね。これなんですね。すげえ。さっきやっぱ撮影が入ってたからちょっとドア開けてたよね、うん、だからちょっと涼しい風も入ってきたんだ。はいはいはい。ケニー、ケニー、ケニー、もういいって。すごい、S だな。もういいって言ってるじゃん、ケニー。うぅ、もういいって言ってるじゃない、ケニー。あんまりやりすぎも良くないので。ケニー？大丈夫です。意外と大丈夫です。聞いてる？話し。日本分かってる？話し。なんか聞いてくんだ。なんでそんなとこ持ってる？はあ、すっげえ暑いよ。すごい、めっちゃ来る。はあ、暑いって。ケニー！ケニー！何してんだよ！ケニー！ダメだよ！じゃあ
香りを楽しんで、あと洗ってください。はい、あー意外とまだいけそうですよね。ケニーケニーさんめっちゃ S。 いやいや帰れって、トイレってケニーケニー帰れってケニー熱いってあいやなんでそんな黙ってやれるの。いや、なんかね、うん、あの、この S さが心地よくなってる。S さがあーすげえ。これなんか俺が大げさだと思われる、これ俺がなんかリアクションがでかいと思われる。なんか声響きません？響く。なんか最初に思ったけど、あーでもこれはね、大声出してないとやってらんない。熱いって。え、こっちから行きますか、うん、行きますか、一気に行こうか。せーの、あー痛い。はぁーあぁーなんで最初こんな冷たいんだ。最初冷たいけどなんか入れるんだよな。私ほんと普段膝までしか入れないです。なんか慣れるね。慣れる慣れる。しー、この水風呂入った時の景色最高。なんか水がいいのかな。水がいいんでしょうね。なんか刺すような冷たさがない。うん、なんか包み込まれてる感じがする。包み込まれてる感じがします。うん、そう、まろやかというか。めっちゃどんぼゆ、うん、ね、秋ですよね。ね、こんななんか自然の中でサウナ入れるの最高ですね。この後美味しいご飯でしょ。最高。こんな贅沢な遊びないよ。キャンキャンキャン。今回はこちらの食材にアレンジを加えまして、よだれサーモン作ります。よし、行きましょう。よだれサーモン、まあ、このサウナの後の飯をサーメシって言うんですけども、うん、まあ、サメシは基本辛いもの、はいはい、味の濃いものとかを汗かいた体にガツンと入れる。確かにね、うん、合うので、はいはい、で辛いものでよだれ鶏好きだな俺って思ったんですよ。うん、美味しい。でもそのままよだれ鶏作っても面白くないし、うん、でここにあのある食、もともとある食材で美味しい信州サーモンがあったので、うん、それを使ってよだれ鶏ならぬよだれサーモン作りたいと思います。はい、はい。で、まずはですね、サーモンなんですけど、なんと茹でます。あ、茹でるんですね。はい、あんま効かない調理法じゃないですか。うん、でもね、もうキャンプの本場の北欧行くと、北欧も結構サーモン有名なんですけど、そうですよね、ノルウェーサーモンとか、うんうん、北欧ではね、結構ね、茹でるんですよ。へえ。焼くよりも身が固くならずに、うん、適度に脂が落ちて美味しく食べれる。これちょっと沸騰させますね。その間に、タレを作ります、うん、スーパーで買ってきた地元のネギ、どれぐらい使おうかな。こんなもんでいいかな。これはね、みじん切りです。はい。あ、ありがとうございます。アシスタントとしてすごい、ね、テーブルを押さえるアシスタント、キャンプっぽいですね。みじん切りはこうやってやった方がね、プロっぽいです。あの、全部切らずにこう、こうするとね、って似合うんです。きゅうりとかでもたまにこのやり方しますよね。蛇腹切り、蛇腹切りですね。ほら、プロっぽいでしょ、この千切りの形が。いいですね。うん、OK。もうほぼほぼ完成ですよ、こんな。これで。早っ。早っ。そしたら、ここにごま油。キャンプなので分量は
ざっくりです。ラー油、辛いの好きですか？辛いの好きです。ちょっと多めにしましょう。で、これが粉末のすし酢です。これはね、液体だとどうしてもキャンプで持ち運びにくいんで、あと賞味期限が短い。あ、はいはい、うん、これだとね、粉末なんで軽いし、うん、保存も長い。で、すりごま、中華の練り出し、ちょっと、あ、めっちゃいい匂いだ。沸いてきたね。ちょっと待って、入れましょうか。これでいいか。じゃあ沸いたら弱火にしましょう。これ弱火がポイントです。強火だとね、一気に火が入っちゃって、そうするとね、身が締まって硬くなるんですよ。なのでこれぐらい弱火で、はい、鶏肉もね、低温調理とかって言いますよね。そうわー、幸せな匂い。これは間違いなく美味しいやつ。ちょっとお醤油。あー、いいじゃないですか。桜色になってるじゃないですか。天才。お、天才出ました。天才です。あー、うまい。どうですかね。うわ、すげえ、信州サーモン贅沢だね。結構高級ですよね。いや、身が綺麗ですよね。すごく身が綺麗で、適度な脂があって、あのギトギト感が一切ないんだよね。あ、でも火入ってる。わかりません。ちょっとまだわかりません。身も厚いですよね。確かに分厚いですね。すっごい色が綺麗。もうちょいだね。もうちょっとね。もうちょっとやりましょう。お待ちしてみますか。はい、いけると思うんだけど。お、一瞬割ってみよう。うん、いける。お、 OK です。じゃあキッチンペーパーでちょっと水気取って。ありがとうございます。もう一枚、もう一枚ください。綺麗な色。すっごい綺麗な色。多分一切硬くならずに、普通のサーモンよりなんかちょっとピンク味が強いね。うん、もっとオレンジだもんね、普通のサーモンだと。で、仕上げにいっぱいかけちゃおうか。よし、さあ、めっちゃ簡単。これでよだれサーモン完成です。はい、ちょっとラー油かけた方が美味しそう。あ、いいですね。さあ、それでは今回はテントの中でいただきましょう。はい、なんか落ち着きますね、これ。いや、ほんとテントの中落ち着きます。部屋感がすごい。うん、あ、ホロホロだ。 ありがとうございます。なんか火入れもちょうど良いのでは。ちょうどいいね。おお、どうでしょうか。いただきます。いただきます。おお、天才だな。天才。うめえ。うん、おいしい。あ、でもサーモンがうめえ。サーモンもおいしい。これ茹でたの正解だね。はい、ほろっとする。うん、あー、これはお酒飲みたくなるな。うん、これと一緒になったら何飲みますか？いや、でもこのピリ辛はやっぱ炭酸系がいいな。ハイボールとか。あー、いいですね。これめっちゃ簡単でしょ、本当に。うん、切ったのなんて長ネギだけで、あと茹でて混ぜるだけだから。うん、
またこのサーモンとごまの組み合わせが合うね。合いますよね。うん、美味しい。うん、ちょっと美味しくて。あ、いいよ。なんか毎回全部おかわりしてる気がします。うま。今回グランピングでしたけど。うん、なんか改めてグランピングいいなって普段はねグランピングじゃなくて結構ソロキャンプとか多いんですけど。うん、これどうしてもね、キャンプ場によってはちょっと子供連れは危なかったりとか、虫がたくさん出たりとか、はいはいはい、夜は暗くてちょっと怖かったりとかすることがあるんですけど、ここなら別にちっちゃいお子さんでもいいし、アウトドア苦手な女性でも、女性何人かでもキャンプスキルなくても、そうですね、もうテント立ってるし食材あって焼くだけで超うまいし、はいはいはい、横見ればサウナあるし、うん、初心者の方でも全然楽しめますね。うんうん、でふっかふかベッド、ふかふか冷蔵庫ついてる、最高です。もう次回からグランピング番組で変わっちゃいました。今日から、はい、いっぱいあるからグランピング場が。グランピング番組はダメか。両方、そう、ね、両方にしますか、うんうん。グランピングも積極的に取り上げていきたいと思います。動画のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てね。なんで言わなかったの。すいません。また見てね。今回はまあもう毎回おなじみですよね、長野キャンパーさんに。お酒をこよなく愛するキャンパー夏と申します。よろしくお願いします。お願いします。キャンプガチでやってる人ですもんね。ガチでやってますね。ですよね。なんだかんだね。え、これすごいですね。初めて見た。これを挟んで、布を挟んで、で潰す。素晴らしい。素晴らしい。はい、一個一個見てったらマジで3時間ぐらいかかりますよ。え、私これ持ってるんですけど。ほら、動かないよ。ハンドバーガーからここですよ。動かない。これ持ってるんですけど。オプティマスのシングルバーナー。シングルバーナーです。このカンカンに入ってる。あ、そうです。あのアニバーサリー缶の、激レアじゃないですか。激レアです。え、これ買って帰ろう。うわ、これナッツの食感が最高にいいですね。おいしいよ。すごい珍しいの来た。本当だ。ガソリン、え、